病院行くなよ。病院行くなよ。病院嫌いですね。そやけど病院の存在を知らんのじゃん。病院は知ってるわ。十字マークの意味が分かってない。知ってる知ってる。それは教会を求める。病院嫌いですね。病院行きます。あんまり、まあ、好きな人もいてるけど、好きな人もいてるけど、結構さ頻繁にね、何かちょっとここ痛いかなとかは行かないけどね、うん、家の前が俺救急病院やから、そう、行こう思ったら大変なことになってる時でしょ。まあですよ、うん、はい、俺とかこれとか多分だから、内科とかより多分病院行くと外科でしか行けんのちゃうか。あ、怪我したとか、そんなんしないよ。歯医者くらい。歯医者は我慢できへんから行くけど、歯医者はな。あとはほんま椎間板ヘルニアで動かれへんかった時は。あれは整形外科になるの？内科ではないやろ。外科やな。うん、いろん、まあそのいろんな、まあ風邪で行くかもしれんけれども。風邪も今日行かへん。僕も風邪で俺も、もう、いや、まあ風邪ぐらいいたらね。普通に薬で治してしまおうと思う。よっぽど死んだなかったらいけへんな。俺もほんま馬並みに自然治癒力強いよ。じーっとしてたら治るもん。いや僕も基本そうですわ。だから病院に行こうっていう気になることはよっぽどのことじゃない。俺もよっぽどやわ。もう俺も家でじーっとしてて治そうと思うからな、うん、あんまりそう、ほんまそう。で俺はしんどかったも絶対食べるようにしてんねん。でも食べなな、俺しんどろうても食ってますよ。だからしんどろうても食ってるから、しんどかったも食べたんねん。逆に食べな治らん。なぜ食ってますね。なぜくでるくでる言うな。で病院ってね、何耳鼻咽喉科とか、うん、ああいうもんって何、まあ、並んだりしてるんですよ。悪魔とかに。あ、はいはいはい、人気のある、うん、やっぱそれだけは行く人多いから。いや早行った方が早終わるから。まあまあもちろんそうなんやけど、いやでもほんで年寄りの人って暇やから。もうまあまあお友達の集合場所みたいになったら、特に普通の病院はあれやけど、大きい病院、大きい病院なんかやったらな。やっぱりまあ僕が行かんだけで世間は行くねんなとか。それからもう普通に歯医者さんみたいに予約制にしていったらそんなこともなくなるやんか。歯医者なんか大概予約制やろ。ほら並んでたら未だに早いもん勝ちなんですよ。早いもん勝ちじゃん。そんなんすやけど兄さん、急に死んのなって予約していかないかなあかんの。それも大変やで。それだからそれは別に並びに行くやんか。アピール度合いのどうですか。ほら歯が痛いとか。それはもう救急行けよ。痛いぐらいだ。それは救急行けよ。あ、でもね、救急もね、今家の前救急病院行ったけど、うん、何年か前ね、夜中、うん、夏場、キーバーンって、もうなんか交通事故や思って上から入ってみたら、うん、変な、ちょっと単車とぶつかって、単車の人がちょっとこんなになってるんですよ。ね、ほんならもう救急病院目の前やのに、うんうんうん、もう担架かなんか運んだらええのに、はいはいはい、一回救急車が出動して、来てそれ乗せて入っていってたから、そういう手続きみたいな、今なんですよ。救急車が出ない、救急になれへんのちゃう、はい、なんかあるんでしょ。それはあるんやろ。いや、っていうのも俺、その時ね、あれ、あ、元気多分水蔵行ってた。うん、俺もきっかけ的には水蔵、コーヒーの飲みすぎや言われた。あ、そうなの。結果的にはね、犬、うん、があって、ものすごい痛かったことあったんですよ。うんうんうん、あかん思って、もう10年もっと前かな。その救急病院に夜中一人で行ったんですよ、うんうん、夜間入り口まで、はい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 、ほんなら我慢できますかみたいなやり取りがあって、うん、まあ、我慢しようもできますって言って、うん、でちゃんと救急の中そういうのでしかここには入られへんから言って、あ、だから消防署から連絡が入らないかなんかそうなんですよ。しゃあないから家戻ったんです。それで、あ、そうなんや。救急で救急なんやけど救急車乗ってへんから、うん、ね、一応家までいっぺん迎えに来てもうて、それでそこに夕方まで入れてくるのかもしれないですけど、うん、まあ戻ってください言われて、手続き的な問題とかや、まあ、あんねやろうな。昔さ、救急車じゃないねんけど、うん、ハンバーガー屋さんが、うん、ドライブスルーの時だけ24時間空いてた時って、今はもうそうなんか、まあ、少ないけど今はもう今は規制しちゃあかんやん。ドライブスルーやったら24時間空いてますっていう時、うん、あったでしょ、うんうん、チャリンコでドライブスルー行ったら空きません言われて断られたことありますもん。いやそれは車じゃないんだよ。あ、昔も滋賀がどこに。いやでも現地は通してくれたよ多分。あ、そうなの、ね、現地は俺多分通してくれた。いや俺滋賀でドライブスルー一人車で入っていったおっさん見たことそれお前、それこのじゃミスターボールドさんやわ。かもしれない。こうしか回らない、ね。爆笑。ここにまあ、さ花刺したまま行ってんのじゃん。で、この言ったから、時計、ブランドもんや。クロニ君、ええ時計してますやん。で、うん、オメガや。パッと見たら、オメゲって書いてある。それ。それはほんま、ほんまものパッチもんやった。またもんね。昔でもシャレたパッチもようありましたよね。まあまあ言うたら、ね、なんかアジダス、アジダス。アジの映画でアジダスな。だけど。チャンネル。チャンネルじゃチャンネル。そんなん関係ある。病院の話違うじゃん。だから
救急とかまあなんかあるんでしょう、その手続きがやっぱあるんやろうな。救急車が出動したら救急で扱ってくれへんっていうか、俺はそれ一回やったから、もう今変わってるのかもしれんけど、じゃあ前もって連絡が病院にも行ってるやろうから、救急車に持ってこられたから入れますみたいな時やったから、俺も一回なんかあの現地で車にボーンと当たった時に、ガーンと行って、まあヘルメットかぶってるから頭とか全然大丈夫で、一応打ってると、で、前歯がガンっていったから、あのここ唇からちょっと前歯ボーンと出るぐらいまでぶつかってん、でここだけ腫れてん、ね、あとはちょっと打ってんけど、そんなにほど怪我もなかった。もうそのまま、なんか普通の車に乗っても病院行けるような状態ねんけど、これは一応救急車呼んで、あの救急で行ってもらわなきゃいけませんって。俺救急車の中座って行ったことあらんねんと。それでも一応救急車乗らなかった。乗らなかったですよ。やっぱりそんなあるんですかね。あると思います。前もってやっぱり連絡が行ってて、こういう人が来るっていうのも分かって、はい、対応できるかっていう病院にも、その、あるんちゃいます病気の種類の。でもあれ中ですね。あのそのなんかタクシー代わりに救急車呼ぶ人多いから、なんかそのほんまがね出ないと呼ぶなみたいなあるから、でももう、ね、通報されたし、でもしゃあないもんな、ね、もしあの出動すんねんたらな、どんな状況ですかって、うん、アホみたいにそういう場面で説明するやつがどうなるか分からんけどね、あれもなんか病状とか聞かれた時にな、聞かれるね、細かいことね、それは聞かれるのはしゃあないやろな、そんな救急車タクシーの代わりに使うアホおんねんから、一回うちの前で、うん、うちの桜の宮の家の前に自転車がこう駅前から止まっていって、で自転車がずらーっと自転車がこうずらーっと並んでる、この自転車にと並行して寝てるおっさんがおったんですよ。えで普通に止めてあるチャリンコ、自転車がこうずっと順番に止まってて、で自転車と同じように並んで寝てるおっさんがおったんですよ。で寝てて奥へ入っとったんやけど、そのおっさん頭一つだけ道路外出てますね。でここ車通るから引かれたら危ないと思って、ちゃんとあの警察へ電話したの、こんな状態ですと、で言うたら名前を教えてくれやとか、いっぱい電話番号教えてくれやとか、こんなんもうええと、わしはお前に言うだから通報したよと、あと何があってもわしは知らんと、こいつが引かれようが何しようが知らんって切ったけど、でもやっぱ来よったわ、それはこれやろ、心配になるもんな、でもその名前言わないけませんとか、なんでそんなことないの、ほら知らんでよ、そのままってこれなったらそれ絶対言うよな、そんなよ、でもそんな、え、それぞれ名前とか全部言わんと見とったら聞きとった、もうもうそれで混んでええって切ったんですよ、でもちゃんと切った場所も言うときでしたから来よりました、ほらよく時代劇名乗るもんでもないですがとか言って立ち去る格好へんとか、だから警察にしたらひょっとしたらそいつがそういう状態にしたかもしらんってみたいなのがあるから、まあだから嘘かも分からへんし、聞きたいんやろな、うん、そんなんもあるんやろうけど、うんうんうん、弱者やね、まあまあね、弱者やな、弱者や弱者や。